皆さんこんにちは。はい、スピークジム話し方教室オータノボール、本日も新橋 SL 広場でお話をいたします。パラパラパラっとめくった出たページで書いてあることをお話ししますね。いきますね。パラパラパラ、これにしましょう。はい、なんと、あ、この間と同じやつが出ちゃいましたね。パラパラパラ、はい、ここにしましょう。明朗な心境はとあります。はい、明朗な心境はでお話をいたします。明朗というのはですね、文字通り明るく朗らかっていう意味ですけれども、僕はですね、これは全ての人生のどんな人の生き方であっても、この明朗が最初にありきっていうのがですね、その人間の、そして、その人のですね、人生の、一番原動力となるものだというふうに、思っています。やっぱりですね、朝起きて、心が明朗でないとですね、今日これからすること全てがうまくいかなくなります。それはそうですよね。だって憂えている、心配している、この人と会いたくないな、こんな仕事やりたくないな、なんとかですね、こうなんていうんですかね、こう安全に安全に、ただ何も起こらなければいいなというような道を歩きがちなんですよ。ただ明朗という気持ちがありますと、例えばですね、冒険家のことですよ。冒険する人なんて、あの崖とか登る人とかね、もう2階の地をですね走る人、そんな人たち、人生、素晴らしい人生を歩んでるに決まってるんですよ。なぜかというと、明朗という心がその人の人生を動かしてる、動かしてるからなんですよね。はい、あと30秒あります。私もですね、今明朗でありたいというふうに思って、このスピーチも続けてるというのも、それも大きな一つのですね、理由なんですね。明るく、どんな場所でも、たった一人でも、知らない人ばかりでも、一人で明るくなれれば、自分の大好きな人がいれれば、もっともっと明るくなれるに決まってるじゃないですか。私のスピーチを聞いてくれる人、その人たちをもっともっと楽しく明るく朗らかにさせたい。そのためには、まずは自分が明朗でありき、変えられるのは自分の心だけです。以上です。今日も皆さん明るく朗らかに元気に一日をお過ごしください。また。